どうも、カズ社長です。今朝ですね、こちらの、はい、どうも、0800を名乗る、番号から、かかってきたんですが、まあ僕、基本的に知らない電話出ないんで、かかってたんですけど、結構長めに着信しました。どれぐらいかな ?40 秒ぐらいずっと鳴ってたかな。で、Google で調べたところ、悪質電力会社、東京電力とか大阪電力かな?まあわかんない。なんか、そういうやつで。で、なんていうかな。着信を向こうから来ますね。で、こっちが電話出たら、プチって切れたりとかする場合もあるらしい。で、要は着信で金を稼ぐとかね。あと、もしかしたら、最近はこう電力のね、上がってるじゃない、かさ増し。で、それで切り返しませんかっていうのを、悪質のね、電力会社になりすまして、で、それを、まあ、契約。要は変な契約だよ。ね。やばい契約に持ちかけて、交渉するみたいなね。そういう電話の可能性がめちゃくちゃ大なんで、40代以上、50代、60代、60代、ね、の方、もしくは、70、80、90の人は、マジで要注意。もう本当ね、ここ最近じゃないの。もう本当ここ数年、ね、詐欺のね、こう、巧妙な手口っていうのはね、どんどんね、深掘りしてって、めちゃくちゃいろんな繊細なね、手口使ってくるんで、ガチでやめた、やばいよ。騙されないように。Google 検索とかね、いろんな他人の情報だったり、まあ、自分で勉強したりとかね、なんでもいいんで、まずは、電話知らない番号だったら、まず出ない。もちょっと前に流行ったね、何?こう、中国とかなんかこう、海外からの着信もあったじゃん。なんか、英語とかさ、その母国語でさ、もう中国語とかでさ、なんかアナウンス流れたりとかさ、わけのわからん着信みたいな。まあ経験したことないけどね、カズ社長はわかんないけど。もうほんとね、人間っていろいろこう、悪いこと考えたらどんどん知恵出てくるんで、手口とかもね、マジで本当に増えてくるんで、ガチでね、信用しすぎないようにね、もう自分の身は自分で守りましょう。ね。それか、どうしても着信出たいんであれば、例えば、お店の、ね、電話番号とかね、会社の番号とか、個人の番号とかね、ちゃんと登録して、ね、相手の許可を得て番号登録していいですかって、登録しといて、まあ、ちょっと詐欺の電話も変わってくるんで、ちょっとね、あなた本人とね、ちゃんと分かるようにしておきたいんで、登録していいですかとかね、相手に許可を求めて、OK もらったら登録しときましょう。ね。僕もね、最初0800ってなんか誰かのね、個人携帯番号かなと思ったんだけど、でも0800って最後にね、0二つつけるかって、ちょっとね、怪しいんだよ。だから取らんかったんだけど、しかもさ、もしなんか用があったらさ、2回目3回目電話かかってくるじゃん。大体詐欺のやつでさ、いろんな番号で試し打ちしまくってさ、まあ、そこら辺にね、道歩いてる人とかもそうなんだけど、いっぱいさ、もう090とか080とか打ちまくって、着信出たやつにガンってこう突っ込んでてさ、詐欺のね、なんかこう、お金振り込んでくださいみたいなね、じゃないけど、そういうのがどんどん、突っ込まれるから、まずは電話出ない方がいい。ね。ちょっと 緊急で動画撮ってるんで、話ね、ごちゃごちゃになったかもしれないけど、マジで気をつけましょうね。